卒業してから2年あなたを待ちました。夕べ母がお見合い話を持ってきたのです。あなたのこと喉まで出そうになったけど言えなかった。結婚してもいいですか。呼び止めたでしょ。何を言おうとしたの。私聞きたかった。この頃少し涙もろくなりました。寂しいの。結婚してもいいですか。今年の初めのおみくじを今でも